皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、ということで今日は金曜日の取引、まあ今週最後の取引で、まあちょっと昨日はですね動画上げれなかったんですが、まあドル円がね、円安、過度な円安でね、まあ日銀だったり、まあ政府関係からのこう牽制ですよね。だから今円買いが発動したとかね、なんか新たな政策がってほどまではいかないんですが、まあ一応上髭、そして大陰線ということで、まあチャート的にも、まあ一応たまあ短期線で今止まってるんですけど、まあ高いとこ145手前まで行ったところが142というところまで、ちょっと落ち着いたということで、まあこれだけでもね、たった こんだけ上げてきてちょっと下がっただけなんですけど、まあ、どれだけ円安に引っ張られたかっていうぐらい、まあ、日経平均、プラス149で、まあ、昨日のダウが、まあ、193、まあ、ダウはねその為替の前だったんですけど、まあ、一応、3万1000でね、横横陽大陽線陽線ということで一応こう形としてはダウも良くなってますし、今日は例えばダブルスコープメディネットで、まあ、ガーラストップ高、プレイドストップ高とか、まあ材料で上がってるのももちろんあるんですけど、まあ材料なしとかでもね、その地合いで上げてるっていうこともあって、結局は多分1個前水曜日の動画でも言ったと思うんですけど、そのよっぽどの IR とかね、材料とかチャートで上昇の形とか底打ちとかはで、まあ、毎回毎回あることじゃないじゃないですか。イレギュラーっていうことを考えれば、ある程度業績が伸びてるとか、ある程度株価が上がるぐらいの日常的な上げとかねで言えば、とにかく最近はもう地合いが悪すぎて話にならないと。だから別に特定のこの銘柄がっていい悪いとか上がった下がったっていうレベルじゃなかったわけですよ。今週はもう過度な円安すぎて、だから今日も材料、まあ、うんぬんとしても、とにかく地合いが良かったで、すごい大雑把に言えば片付けられる一日なんですけど、逆にまあ来週もこの円高がね、継続できるかっていうことなんですよね。一時的な牽制だったりとか、結局金利差で円安が進んでるんで、まあ別になんか、牽制したからとか、なんかしたからつって、アメリカとね、金利の差が埋まるわけじゃなくて、日本のマイナス金利とね、アメリカが、2.5% かなに向けて上がってるみたいな、これが埋まるわけじゃないんで、結局来年末にね、利上げのペースを落とすとかやめるとかね、っていうのを指くわえて待ってろっていうのは辛すぎると思うんで、まあ、どっかのタイミングで、なんか、まあ、抜本的なね、その小手先のことじゃなくて対策を打たないと、結局はこの繰り返しかなと。まあちょっと円高進んで、結局根本的に円安、のファンダメンタルというかね、理由で上がる、でまたちょっと牽制して円高っていう、こうだましだましもまあ限界があるだろうなというふうな、金曜日今週最後でした。まあ一応ね、地合よく円高で追われたんで、まあ、よしとしたいんですけど、まあその手放し喜べないと、まだちょっと抜本的な改革があっての上げじゃなくて、ちょっとまあ言い方悪いですけど、小手先の対応だと、まあ、自分は思ってます。で、マザーズね、プラス17、2.4% 上げということで、まあ、マザーズも良かったと。まあ、来週もなんとかね、いい試合を継続してほしいっていうのが、まあ素直な気持ちなんですけど、まずは好調ダブルスコープからですね。でダブルスコープ、プラス202、まあ、7%、 7.6% 上げで、でまあ材料としてはですね、まあ普通にこの子会社上場だったりとか試合がいいとかね、いろいろあるんですけど、まあ、直近で言うと、昨日で売り金になった
のがやっぱでかいのかなと。まあだからその利益確定の売りじゃなくてですね、その、空売りの売りが今入れないのかなっていうところだと思うんですけど、まあチャートだけで見れば陰線2連発とかね、上髭の十字で落ちてもおかしくなかったんですけど、がっつり高値更新、短期線の上でね、すべての平均線の上で上昇チャート継続というところで、好調ダブルスコープ来週3000に、いけるのかというところで、終わってます。で次はですね、ガーラですね。でガーラストップ高 16% で PDS も、今66、まあ、さっき795まで行ってたんで、まあ、90以上ですかね、上げて、まあ、10% 弱の上げと。でザラバが 16% 上げのストップ高で、まあ、ガーラも、まあ、試合が良かったのあるんですけど、まあ、ガーラに関しては、材料ですねが出てあげているので、ちょっと材料を見ていきたいと思います。ガーラが買い気配、韓国子会社が LGU プラスなどメタバース事業にかかる業務提携で基本合意ということで、まあ、この材料で、今日ねストップ高、そして PTS も、上昇継続というふうになってます。で、次ですね、DDS、ちょっと画面、このガーラのチャートのままなんですが、まあ、マイナス6だから、地合いは良かったんですが、下げと。でさっき、IR で、なんか、前回のね、不正会計とかのまあ対応で、なんか自主返納みたいなのも出てましたけど、役員報酬を。会社のかな、なんかそんな感じでも出てましたけど、まあちょっと材料で尽くしというかね、で下げてますが、まあこの前決算が良かったんで、ちょっと言い方悪いけど信用はちょっと失ってしまったかもしれないんですけど、市場から。まあ本当に決算がねいいのが続けば、また100とかね目指せるんじゃないかな。まあだからチャート回復してからでもいいかなっていう感じはします。でアイスタイルプラス26、陽線2連発ですね、533ということになってます。で、メディネットですね、メディネットプラス9で、高いところでは、99とまだ100円ギリギリまで上げた。で、まあ、最後、まあ、95でもね 10% 上げた。だから99だったら結構15ぐらいになるんですかねの上げということで、まあ、上髭の陽線ということで上昇、まあ、継続でいいんじゃないかと思います。まあ、短期線のね下髭反発で、まあ、このタッチしたところね、80タッチ、ここで言いましたよね、12この紫のところですね、この平均線でしっかり大陽線で買われてるのがやっぱ強いっていうところで、今回も上げてきました。メディネット上昇継続ということで、まあ、3桁目前、99まで行きましたんでね、来週、もう一段の上げが見たいなと思います。で、まあ、他も今日なんかストップ高、インクルかな、なんかストップ高だったりとか、まあ、とにかく地合いいんで、まあ、材料もしくは最近、地合いで引っ張られたところとかはね、久々のこう、綺麗な上げっていうところが多かったんですが、最後、プレイド、今日の最後はプレイドを見て終わりたいと思います。また、明日、明後日でね、いろいろ IR とか、まあ、来週の注目と今週のまとめとか、もうちょっと見ていきたいんですが、まあ、今日金曜日、まあ、速報というかね、今日の試合激しかった中で、最後、プレイドで終わりたいと思います。はい、でプレイド、702、プラス100、16% 上げ、ストップ高ということで、まあ、チャートで見るとね、なかなか、まあ、自分としてはこのチャートで入りづらいとこだったんですけどね、がっつりストップ高というところで、反発してます。で PTS はまあ16なんで、まあ、そこまでねストップ高の割に上げてるっていうわけじゃないんですけど、またね4桁目指して上がるのかというところで、まあ、来週期待したいんですが、まあ、そのプレイドだけじゃなくてね、さっきも言ったんですけど、とにかく円高とか地合いっていうことが今はとにかく最優先だと思うので、まあ、この後ね夜、ニューヨークダウ為替の動き、日足変わってきますね当然。
だから今せっかく円高になってるのに夜結構がっつり円安戻す可能性だってあるし、もう一段円高がいくとかね、まあ、ダウの動向とか、まあ、いろいろ気になりますんで、まあ、それは今は分かんないんでね、また明日明後日今日の夜終えた後土日でゆっくり見ていきたいと思います。まあ、今日は以上になります。概要欄のところにね、自分がやってるツイッターの URL リンクあるんで、よかったらツイッターフォローしていただいて、こちらの YouTube チャンネルも、よかったら登録していってください。また別の動画もチェックしていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。